前回のアーマードコア6はカッチョエー、ケツがガチャピンの顔、ギガドリルブレイク、意味がわからないことするのやめてもらってええですか。どこ行くねー、お前がどこ行くねんオブザイヤーやわ。地中調査深度3へやってこう。やばそう、ここレーザー障壁ですって。お兄さん、621仕事を続けるぞ。わかってよパパ。次は深度3、構造が把握できているのはここまでだ。ほんまか。この地下空洞では超高出力レーザー障壁が行く手を阻んでいる。超高出力レーザー障壁、これがある限りこの先の深度には何人も到達できない。そこでお前の仕事だ。人を人間じゃないみたいに言うのやめてもらっていいですか。レーザー障壁を発生させている巨大航路、これを内側から破壊し機能停止させろ。わかりました。障壁がなくなれば以降は完全に未知の領域だ。未知の領域、その響きいいね。コーラルはある、ロマンがある。オーケー、じゃあ行きましょうか。未知の領域へ。ホルダーはまるでコーラの集積地点を把握しているかのようです。知ってるのか。確信は一体どこから。徐々にウォルターの真実が暴かれていきそうやな。メインシステム戦闘モード起動、シャークビーバー出るぞ。ミッション開始だ。中央の巨大航路を破壊しレーザー障壁を解除しろ。でもやっぱこの足重すぎるわ。お邪魔します。邪魔すんやったら帰ってとかやめてな。オッケー。変圧チャンバーを探せ。変圧チャンバーって何ですか。それを壊せば出力超過による炉心爆発を引き起こせる。スキャンポン。まずチャンバーの見た目を教えてくれ。やめろお前このチャンバラ野郎がよ。レーザーブレードなんか一番に使ってんじゃねえ無人機が。レーザー障壁一つにここまで大規模なジェネレーターを用意するとは。あ、これジェネレーターなんだこれ。そこまでして隠したい何かとは一体何なんですか。ほらファンネル行け、俺に落差しろ。お疲れ。これ全部ジェネレーターなんや。気持ち悪い。なんかパスコラや。オッケー。それだ621、これが目標を破壊しろ。これが変圧チャンバー。行けファンネル。オッケー。落差しろ。これは爆発しそうですね。だと思ったよ。これ破壊機は大多数やもん。これなんか来るやろ、これ絶対に。読めてた。何が来たんだ。お、こいつロゴ持ってんじゃん。いいね。誰誰誰誰。また危険かいな。やめれ。OK。こいつ今、あれした？ディペア。お前ディペアも使えんのかよ。ディーバーキックが意外と当たんねんだよな。ただ脚部でかいからその分軽くあるやろ、これ。終わりじゃぜい！なんで終わんねんだよ。なにこれ？おいおい、なんか魔法使ってるこいつ。魔法使いやって。ついに魔法使い登場。どっち？どっち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 、こっち？ついに魔法使い現れたって。わかってる。さあ焦るんじゃない。絶対間に合うようになってんねん、こういうのは。621、お前の仕事はまだ残っている。おう。集中を切らすなよ。死ぬことは許さんぞってことな。入り口から離れてください。オッケー。爆発するぞ。衝撃に備えろ。爆発するぞ、気をつけろ。汚ねえ花火で。どうやら、間に合ったようだな。そりゃそうですよ。舐めないでください、お父さん。この程度のミッション僕はへまるわけないじゃないですか。見ろ、レーザー障壁が消えていく。ガン見してた。コーラルは近い。ウォルターなんでそんなことしてんの。俺たちの仕事にも一つ区切りがつくだろう。なんか怪しいな。本当に俺はウォルターの言うことを聞いていていいんだろうか。指定旅行はどうだいウォルター。ぼちぼちやな。強制執行システムが完全停止した。フォーさんのことかな。621の道連れを狙ったようだが、あいつは生き延びている。なるほど、惑星封鎖にも風穴が開きそうだね。その惑星封鎖をぶち壊す。企業の方はどうだい。
未踏領域を前にアーキバスから待てがかかっている。いよいよ近づいてきたからね。みんな揃って仲良くゴールとはいかないだろうさ。ならば俺たちが一番乗りや。連中としてはここでベイラムを消しておきたいのだろう。その間にやな。どう転んでもアーキバスの勝利は揺るがなそうだが。短期的にはそうだ。だが俺は最終的には621がキーになると見ている。どういうことや。だからこそ受ける仕事はあいつ自身が選ぶべきだ。あ、尊重してくれるんだ。友人たちの意に沿わない結果になってもかい。友人ってなんなん。友人か。それならあいつにもできたのかもしれん。死んだ親友の意思を継ごうとしてるみたいなことなんかな。レイブン、アーキバスからの指令に加えてルビコン解放戦線からも依頼が届いています。この後に及んで依頼っすか。差出人はミドルフラットウェル。誰。解放戦線の実質的指導者。えあなたに D だ。なるほどね。アリーナにおいて S ランク隊の可動シートが解放されています。これより先は特例上位ランカーです。特級術師ってこと。戦闘技能の極致の追求にお役立てください。いや、これやりたいなぁ。え、2位がミシガンなんや。で、1位がベスパーリーダーのフロイとか。20人連続でやんな、だいぶカロリー高いから次回やろう。次回はもうアリーナだけの回にしよう。ということで、今日はミッション続行ですね。選択や。レッドガンやるか、ベスパーやるかか。ミシガンやらなあかんのか。ミシガンもええやつやからなぁ。で、こっちはホーキンス。ホーキンスって誰やねん。ベスパー第5大将ホーキンス及び第8大将ペイターか。ペイターさん、俺ミシガンやりたくねえな。聞くとこによると3周せんかったら真のラスボス出てこんらしいから、まあ2周目以降でやるとしてベスパー潰すか。ルビコン解放戦線指令、ミドルフラットウェルからの依頼です。フラットウェルさん、独立傭兵レイブン、お初にお目にかかる。早速だが仕事の説明をさせてもらう。企業勢力の筆頭アーキバスは封鎖機構の技術を取り込み優位にあるとはいえ、終わらない勢力争いに消耗し実態は疲弊している。せやな、ここで潰しとくのがベストかもね。企業戦力を削ぐ好機だ。目標はベスパー部隊、番号付き2名の排除。許すよベスパー。これに協力してもらいたい。対象は秘書部門の責任者ベスパー5ホーキンス、そしてその補佐官ベスパー8ペイターだ。許せよペイター。真の2の探査任務についている奴らを情報工作により呼び寄せ、これを奇襲する。了解だ。本作戦では領域として私がお前につこう。なるほどね。歴戦の勇士と共に戦える好機でもある。戦闘教官、独立傭兵レイブ、いよいよ返事を期待している。ここでミシガンとは敵対したくねえ。ここでミシガンを落とすのはあまりに気が引けるぜ。許せよペイター。シャークビーバー出るぞ。解放戦線の実質的指導者ミドルフラットウェルが自らあなたを図ろうという。これさ、もしかしてこのフラットウェルと連戦ってことないよな。機構はなかなかの脅威になるだろう。ここで潰させてもらうみたいな。来るぞレイブン。オーケー。仕掛けるタイミングはお前に任せる。任せといてくれ。来たか。行くぞ。許せペイター。ではない。どうやら敵艦らしいね、ペイター君。迎撃始め。敵 AC に捕捉されました。自分から見つかりに行く不正があるか。めっちゃ怒られた。自分から見つかりに行くやつがあるか。ペイター落ちろ。お嬢が悪い。さらばだ。許せよペイター君。許してくれ。俺だって本当はこんな依頼したくねえ。しょうがねえんだよ。これが都政の定めなんや。これは戦いと言っていいのか。リンチじゃねえかこんなもん。許せベスパー。さらばだ。俺もベスパーだったらな、こんな悲しい思いはしなくて済んだのにな。ベスパー部隊両面の排除を確認。ミッション完了です。実力見せてもらった。いつかお前が私たちにとっての戦友となることを祈ろう。
独立傭兵の辛いとこやな、これがな。時と状況によってかつての仲間と殺し合わなければいけない。なんだこれ、プラズマスロワー。依頼が来ていたレッドガン迎撃作戦だが、ベスパー大王隊長ラスティが成功させたようだ。結局か、ミシガン。やつらしい最後だった。ミシガンさーん。しかもやったのがラスティって、つれーよ俺。あとは政治家たちの仕事だろう。逆にラスティが負けててもしんどいし、辛すぎんだろ。これが世の常かよ。私たちは争いの火種でしかありえないのさ。そんなこと言うな。お前のせいで彼らが死んだんじゃねえ。これが人の差がなんだよ、クソったれ。で、なんかもらったよな。なんだこれ、ヨーヨーパーティーグッズやろこれ。これ実用性あんのか。行こうか。こっから先は完全に未知の領域という話やけど。621、仕事を再開しよう。了解だパパ。レーザー障壁を解除したことでさらなる進路の探査が可能となった。俺たちが一番乗りや。アーキバスからは先行調査を継続しろとの依頼が一つ、そしてもう一つ新たな依頼が来ている。なんや。先行調査要員レイヴンに通達します。スネイル、あなたの進行してきたルートを密かに追跡している機体があるとの情報を得ました。尾行か。誰だ。コーラル調査においては企業の要請に基づかない独断での突入は許容されない。発見次第速やかに抹殺するように。誰だ。死人が増えると言ったな。こういうことだ621。ほんまやな、人の命が軽すぎる。人が死んでるんですよ。あなたを追跡している機体、誰なんですか。オブザイヤー。解放戦線か独立傭兵あたりでしょうか。レイヴンか。また、いやでも前のレイヴンは死んだしな。ここで実はラスティが黒幕みたいなありそうなんだよな。封鎖されていた進路に降下していけ。オーケー。一体何があるんだ。これが底辺か。何これ。発生しています。活性コーラルによる干渉でしょう。あなたの目と耳が頼りです。わかった。これは何や、このクリスタル。なんかファイナルファンタジーみたいになってきたな。それはミールアームか。あ、異常成長して生体内部。ちょっと待って、ま、ちょ生物系の敵。ちょ、生物系の敵出てくんの今回いよいよやな。おい、もういよいよソウルやって。これこの昼野郎は。これさ、ラスボス生物系やめてな。キメ、でかすぎんだろこいつ。普通に10トントラックぐらいのサイズあるやろ。 AC と比べてこのサイズやったら。ミールアームの養育ポットか。養育ポット。人が持ってきたもんな。レイブ、後方から機体反応接近しつつあります。来るか、来いよ。分かってんぞ、何者だ。誰だ、ラスティ。独断で突入した傭兵を始末しろという話だったな。何？なるほど。突出した個人はもはやどういうことだ。ということか。そしてあわよくば不穏分子も共倒れ。上の連中の考えそうなことだ。クソがよ。このラスティにはルビコンでなすべきことある。この鬼畜どもが。戦友、君はどうだ。はめられたのは俺だってことかよ、クソが。踊らされるつもりもないが、いずれ避けては通れない道だ。確かにそうかもしれん。行くぞ戦友。戦友と呼ぶな、せめて。なんてせちがらい。おれおれおれ。変わらないな、君は。死ぬことも殺すことも恐れていないようだ。殺してるんだ、殺されもするさ。敵に回すと実感するよ。君の強さと、そして危うさを。許せよラスティ。おらおらおら。
おら、せめて苦しまずに殺してやる。オスとやらせるなんて、クロムには人の心がないのか。なんだそれ、欲しい、その武器実に欲しい。許せ、ラスティー。さすがだな。だが終わるわけにはいかない。何？戦友、理由なき強さほど何をするつもりだ。悪いものはないぞ。アサルトアーマン、ラッセー！撤退か。よっしゃ。よくやった、621。追う必要はない。今は先に進むことだ。生きてくれ。よかった。完全に死ぬ流れやったやん。集積反応はこの大穴の下から来ています。進みましょう。一体何が始まるんですか。で、今知ったクイックターンのやり方。生物系の敵出てきた時びっくりしたけどな。何ですか。アイビスの日以前の。なんだこれ。地下都市。ビコン技研都市。やはりか。探しても見つからないわけだ。ファンタジーじゃん。企業が動き出す前に手を打つ必要がある。戻って休め。戻っていいの？これ完全にファンタジーの世界で草。いや、ラスティ知らんくてよかった。私にははっきりと見えています。コーラルの同胞たちの声が見えるってどういうこと？アイビスの火に飲み込まれ消えた同胞たち、そのわずかな生き残りが長い時を経て再び群れを形成した。コーラルたちにとってもたまったもんじゃないな。それはウォルターから連絡が来ているようです。確認してみましょう、レイブン。つまりエアはエウレカだったのか。仕事の前に一つ昔話をしよう。ついに何か話してくれる気になったんですか。家族を捨てコーラルの研究に没頭した男だ。はい。そのなんとか教授ちゃうん、それ。善良な科学者もいた。男の罪を肩代わりし、全てに火をつけ、そして満足して死んだ。この話には教訓がある。一度生まれた者はそう簡単には死なない。621、昔話は終わりだ。仕事を始めるぞ。つまりウォルターはアイビスの火の元凶について何かを知っているということなんでしょうか。一体ここは何なんだ。集積コーラル到達。お前も見ただろう、あの廃墟。ファンタジーでしたね。ルビコン技研都市、アイビスの火を引き起こした罪人たちの墓標だ。ここがそうなんですか。その中心にコーラルはある。なぜそれを知ってるのか。アーキバスからは先行調査打ち切りの通達があった。以降は連中の AC 部隊が引き継ぐそうだ。ってことは奴らが来るか。621、企業に使われるのは終わりだ。せやな。アーキバス AC 部隊を排除しコーラル集積地点へと真っ先に到達しろ。わかった。この仕事が終わったらある友人からの最後の依頼について話そう。ついにこれをクリアしたら全ての真意がわかるってことか。よし、やろう。シャークビーバー出るぞ。621、ここからは俺に、いや、お前自身の感覚に従え。今までもそうしてきたさ。同胞たちの声が近い。同胞たちは何て言ってるんだ。ここが私の故郷。いや、やばすぎやろこの廃墟。
なんかいかにもフロムって感じの廃墟でいいね。これ相当いろんなもんが隠されていると見た。スネイル第二隊長閣下。お、メーテルリンク。救援をお願いします。任務安定遂行には兵力が足りません。危険のガラクタが。なるほどな、そこら中に無人機がいるってわけか。なんかよくわかんねえが、お前ら全員落とさせてもらおう。こっからはお前たちの命令に従うつもりはねえんだな、こっちらな。オッケー。一人無理くり落としちゃったぜ。いて、なんだ。あたてめえだな、メーテルリンク。一度勝った相手だ。てめえもくたばりが。あばよ。不憫なことだ。お前を相手にして助けももらえないと。ほんまやな、かわいそうに。同情するよ。うわ、すげえここ。見てくれこの眺めを。一体どれだけ発展してたんや、ルビコンは。バスキュラープラント。バスキュラープラント。なんか転がってるんやけど。巨大建造物のことでしょうか。あれのこと。なんか転がってるんだけど、ちょっと行ってみようぜ。こんにちは。なんかダクソにこういうのいたな。面白えこいつ。やめろ、俺死にそうだって。まあチェックポイント入ってるから死んでも別にええねんけど。こいつら完全にダークソウルのあれやん。お前トラウマが蘇る。やりづらやったらありゃしねえ。こいつら強くね。しかし、うん、強いねあんたたち。やるね。先を急げ言われてるけど、ちょっとこいつらやってからじゃないとね。一体何するための機会なんだお前たち。割とシャレにならんぐらいには強いぞこいつら。くたばれ。オッケー、残り1体。ダクソに帰れこの野郎。こいつマジでうざい。マジでうざい。うざいオブザイヤーやお前。ちょっと待って、増えた。おいガチで言ってんのこいつら。ボスやん。やめろ。あ、コンテナ、コンテナ、コンテナ。くそーだこいつ。ガトリングさんが出てきたからには終わりっすよ。で、ガトリングやったらいけるぞ。余裕で。もう本気でやらせてもらう。お前みたいなやつを見ると虫巣が走るんだよ、俺は。俺コンテナ守ってんだ、こいつら。あれ、相当いいもんでしょ。いや、もうコンテナだけ先いただくか、これ。ただ、ここでログを稼ぎたいという点もある。つくそ。あまり俺を怒らせねえなよガキ。このクソガキが。箱だけいただこうかな。倒さんでも良さげやのにここまで強い。絶対あれやばいもんやろ。くはは、破砕機なのこれ。なんで破砕機にミサイルをつけたんだ。もうこれだけもらおうぜ。というわけないからですか。ムーンライト、ムーンライト月光剣やこれ。月光剣きつい。もう分かった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 。もうお前らもうええわ。ほんならこいつらちょっとブレードなかったらだるいな。足の強い月光剣来たか。ついにあんのかなとは思ってたけど、あったかやっぱり。いや、しかしこのステージ好きやわ。世界観最高か。これ今までの AC にはないっすね。デザイン面においてもソウルシリーズで培ってきたものが伺えますね。目指す場所まであと一息だ。月光剣使わしてほしいな。補給してればナイス。この湖の全てが、湖の全てが、これボスだな。その前に調べるぞ。さっきのシャリンドも倒してあいつら。あいつらマジで倒して腹立つからよ。でもまあいいや、とりあえず行ってみようぜ。もう今回すでにだいぶカロリー高いって。快適にここにコーラルがあるんだね。自己増殖がここまで進んでいたとは。頑張ってここまで増えたんやからほっといたろうや。もうレイブ、やはりウォルターは何かを。何をしようとしてるの。待て、あれはなんだあれ。ファンネル。上来たよ、上です。この反応が締め。なんじゃこいつ。やばそう。
凄さってこと、コーラルの。アイビスシリーズ、やはり稼働していたか。アイビスシリーズ完成していたの。うわかっけ。備えろ、621。ブレンパワードじゃん。もう一仕事だ。In my dear、 赤いバラの花、部屋中にいっぱい敷き詰めて。めっちゃ好きやねんな俺、ブレンパワード。なんだこいつは。もろそうだな。でもそうなんですか。はいはいはい。ルビコンの安全装置、コーラル使いだこいつ。お前がファンネル使うんだったら俺もファンネル使うもんね。はえ、これ下手に飛び回らん方が逆に。せやねん、下手に飛び回んな。これ意外と俺のアセンブル刺さってんじゃねえ。これ刺さってる刺さってる。おい弱えぞこいつ、ボコボコや。痛い。なんだこれ。こうちょお前そういうのやめようぜ。魔法使うのやめよう。こいつは魔法使いか。もう魔法使いばっかりこのゲーム。いやーギリギリスタントレーところで。おらスタンやスタン。はいはい、クソ雑魚、はいお作れ。はあ、いやこれまだなんかあんな、おかしいな。こんな簡単に終わるわけない。ですよね。やばそうやばそう。再起動だと。ありえるのか、そんな。そんな兵器が。これ、なんか、地面にダメージありそうで怖いねんけど。環境からエネルギー供給。なるほど。よいしょ。いや、魔法使いばっかり、ほんとに。でこれはエグいな。わあ、なんだそれ。ちょ、まだ回復はする時ではない。まだ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 回復せんでいい。蹴れ、無理か、あの機動力なんついてけ。にゃーにゃー、弱えと思ったよ。道理で弱すぎると思ったよ。あれ月光剣を、あれ僕の月光剣は。なんで月光剣な。あ、ゲットしてからミッションクリアせなあかんってこと。なんかこの腕パーツさ、めっちゃエウレカセブンやん。これ横に動いてる、当たらんくね攻撃。横に動いてるは結構変わってるぞ。はい、スターン。やらなければお前がやられるぞっていつも通りやん。それは魔法使いしか出てこなくなっちゃったこのゲーム。痛い。さっきなんであんなうまいこと言ったんだ。逆にもう魔法使い、お前魔法使いなんだ。魔法使いの才能がある。この子は魔法界で最も有名になる男の子ですよ。とりあえずここで一旦落としといて、7000でこっから持っていけるか。周りのコーラルを使って戦ってるってことやんな。これなんかヤバそうじゃねこれ。ゲートオブバビロン。もうアーマードコアじゃねえよこれ。制御胴体もコーラルってことは、これコーラルが中に入ってんじゃないの。コーラルが乗って動かしてんじゃん。乗ってというか取り付いてみたいな。だコーラルにとっての肉体的なものやったりせえへん。なったらエアちゃんこれ乗られへんわ。むちゃくちゃ落ち着いて対処もクソもねえんだよこれ。魔法使いなんだから相手は。ああ、もう魔法でやられてもうたらどうしようもないよ。地上での機動力を底上げさせてもらう。行くぞ。明らかにスピード上がってるよね。いいね。うわ、もうデビルメイクライじゃんそれは。プリンションドラゴン、こっからがマジでどうしたらいいか最適かわかんねえわ。でも行ってるね。なんかしたけど、ダメだこれ。開けろ。
あ、いいね、なんかしたけど刺さってるよ。何かが刺さってる。このまま押し切りたいところ。いけよ。なんでこんな効いてんだ。何がこんなに刺さってんだお前に。俺は何も変えていないぞ。アサルトアーム。なんで通らねえんだ。なんだこれ。なんだよそれ。いやでもなんかめっちゃ効いてたなこいつ。この蛇みたいなミサイル、これにしたらなんか当たってたみたいな。もう何も喋れん、何も喋れん。もうデビルメイクラーやめよう。デビルメイクラーやめろ。デビルメイクラーやってんじゃねえぞ。今回結構良くねえっすか。割と残したええ感じやで。さあ頼む、今回で落ちてくれ。待て、まだ終わっていない。再起動します。これがアイビシリーズの進化ということか。周辺航路おら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 、落ちろよカトンボ。ドローンも巻いて。もう俺は疲れた、僕はもう疲れたよバトラッシュ。マジ、もう X ジャパンやめろ、くれないやし。頼む、よっしゃー。運ゲーです、運ゲーです。どうもありがとうございました。対戦ありがとうございました。俺生きてるよな。俺爆発に巻き込まれて死んだとかないやんな。ないよね。やったか、やったか、やめろ、フラグだぞ。コーラルの強心が弱まっていく。この機体と作った人々の意志、過去から続く。やっぱりこいつ意志あったんだ。なんだ。いかん。機体制御。おやすみ。あ、シャットダウンされちゃった。誰だよ。目標無力か。誰や。ええ、指示通り生かしてありますよ。スネイルかこれ。うわ、これあれやん。まったく、企業を出し抜こうな。あのワーム倒すときに俺が使ったやつやん。身の程をわきまえない打剣には教育が必要です。スネイルてめえ。それからその飼い主にも。ウォルター逃げろ、何かされるぞ。いやーこいつはなんか強かった。来てたー、ムーンライト。お、新しい逆関節型や。
かくしてコーラルはアーキバスにより掌握され、ルビコン技研都市の全域は同社の進駐部隊による管理下に置かれた。クソアーキバス、発見された見事に出し抜かれたな。多岐にわたり、その中には人の手には余るものとして存在を隠蔽された実験兵器も含まれた。アーキバスが握ったらやばいんじゃないの。コーラル集中ホワイトグリーントシステムの名を冠した C 兵器群、これホワイトグリーントじゃねえ、アイビスシリーズである。アイビスシリーズ、そしてかつての災害より遺棄されていたコーラル吸い上げ機構バスキュラープラント。バスキュラープランツ、アーキバスはコーラルを生涯に持ち出すためこの修繕および大気圏外への持ち出していいのそれ、密度に応じて爆発的に増えるみたいな話なかったっけ。それを阻む力はもはや解放戦線にはなく、ルビコンの戦火は静かに終局の時を迎えようとしていた。ダメだ、コーラルには手を出しちゃいけない、生きてるんですよ彼らは。デイブ、あよ、あなた宛てのメッセージを見つけました。え、これ俺、暗号化を解除。俺今どういう状況。621、これはある友人からの。誰なんだある友人って。この俺からの極私的な依頼だ。お前は気づいているだろう、コーラルの潜在的な危険性を。はい。アイビスの火で消失したはずのコーラルはしかし生き残り、生き残りっていう言葉を使うってことはもう生きてるってこと知ってるんですよね。あなたは集積したコーラルは指数関数的に増殖を早め、やがてはルビコンから溢れ宇宙に蔓延する汚染となるだろう。その前にコーラルを焼き払う必要がある。なんだって。それがかつて生計を飲み込んだ対価を再現することになったとしてもだ。じゃああの時も誰かが焼いたってことか。ハンドラーとしての指示ではない、俺が死んでいった友人たちから受け継ぎお前に託さんとする一つの依頼に過ぎない。621、火をつけろ、燃え残った全てに。ここでキャッチコピー出てくんのかこれ。俺の最後の仕事としてお前を自由にしよう。レイブン、ウォルターの考えていたことがようやく。なんだこの機体。この機体もこうなる可能性を予期して彼が手配していたのでしょう。俺のシャークビーバーは脱出する時が来たようです。俺のシャークビーバーどこ行った？メインシステム。マジで言ってるんですか？カロリーが高すぎますよ。情報が入力されています。ちょっと待ってな。あのミッションの途中ではあるけど、さすがにここで切ろうか。シャークビーバーとウォルターはどうなっちゃったんやろな。オッケー、じゃあ次回この続きからやっていきましょう。ステルスかなこれ。苦手やけど、まあ頑張ろう。てなわけで今回ここまで。今回も最後までご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。てなわけで、See you next time! バイバイ、次回また遊びに来てな。ほな。